中村典弘はメジャーへ挑戦したが、シーズン終了後に獲得希望する球団がなかった。福留孝介はカブスに移籍するも良い活躍ができず、福留が登場した際ブーイングが起こった。井川慶はポスティングでメジャー移籍したが、メジャー昇格できずマイナーで終わった。藤川球児はクローザーとしてカブスに入団も、靭帯断裂をしてしまい故障者リスト入りした。五十嵐亮太はブレーブスに移籍したが、自分の持ち味を発揮することなく終わってしまった。立山義則は2012年のレンジャーズ時代にぎっくり腰となり、降格と昇格を繰り返した。野村隆人は入団テストを経てメジャー移籍したが、一勝もできなかった。薮啓一は FA 権でアスレチックスへ移籍したが、4勝にとどまり自由契約となった。